ヤーヤアブドゥル・マティン・イセイは、アメリカ合衆国の建築家、俳優。ファーストネームは、本人の発音に近いヤヒヤとも表記される。映画、アクアマンのデイビッド・ケイン、ブラック・マンタ役、シカゴ・七裁判のボビー・シール役、テレビシリーズ、ウォッチメンのカル・エーバー役で知られる。ルイジアナ州ニューオーリンズで生まれる。幼少期を、ニューオーリンズのマグノリアプロジェクトで過ごし、その後は、 カリフォルニア州オークランドに移り、マクリモンズ高校に通う。2004年に大学へ進学すると彼は、カリフォルニアゴールデンベアーズの障害層選手となった。カリフォルニア大学バークレー校で建築学の学理を取得して卒業した後は、サンフランシスコでシティプランナーとして働いた。また彼は常に俳優を志しており、イエールスクールオブドラマで芸術修士号を取得した後は、 舞台俳優として働き始めた。2016年にバズラーマンによるミュージカルドラマシリーズゲットダウンへの出演でキャリアが始まり、それはネットフリックスで放送された。彼のキャラクターはクラレンス・キャデラック・ゴールドウェルという名前のディズコ会のプリンスという役所であった。2017年に彼はショーン・クリス・テンセンのドラマ映画シドニー・ホールの失踪に出演し、 三段ンンス映画祭でプレミア上映された。同年には、ド演エイン・ジョンソンとザック・エフロンが出演し、セス・ゴードンが監督した映画、ベイ・ウォッチで警察官のガーナー・エラビー役を務めた。さらには、ミュージカル映画、グレーテスト・ショーマンで空中ブランコのパートナーの W.D. ウィーラー役を務め、ヒュー・ジャックマン、ミシェル・ウィリアムズ、ゼンデイ・ラと共演した。2018年には、 シャナフェステ監督、脚本によるロードトリップドラマ映画、ディア・グランパ幸せを拾った日で、ベラ・ファーミガやクリストファー・プラマーと共演したほか、アクアマンで悪役のブラック・マンタを演じた。同年内には、ジョーダン・ピール監督によるホラー映画、アスにキャスティングされ、2019年に公開された。2019年には、SF アンソロジーシリーズ、ブラック・ミラーの 第5シーズン第1話、ストライキングバイパーズに出演した。待機中作品には、HBO のテレビシリーズ、ウォッチメンがあるほか、ジョーダンピール脚本による映画、キャンディマンへの出演が報じられている。ありがとうございます。